チームハーバーライフおめでとう。皆さん、今年でハーバーライフは34周年を祝います。マーク・ヒューズはハーバーライフを1980年2月1日に設立しました。毎年2月でマークの人生を祝い、彼の残した素晴らしい遺産、ハーバーライフファミリーファンデーションのお祝いします。ハーバーライフは34年間人々の生活を変えてきました。我々の会社は今まで以上に素晴らしいです。私たちは ハーバーライフファミリーの一員でありハーバーライフファミリーファンデーションを通して恵まれない人たちの支援ができることを光栄に思いますマークがハーバーライフファミリーファンデーションを設立してハーバーライフの恩返しの伝統を作った時に夢がありましたそれは HFF を通して世界中の子どもを救うこと HF のカサハーバーライフプログラムをはじめブラジルの一つの個人から始まり今では皆様の素晴らしい支援のおかげで HFF は98のの カサハーバーライフプログラムを六大陸で広げ、毎年その数は増えています。2013年にはカサハーバーライフプログラムは栄養のある食事やスナックを8万1千人の子どもたちに支給しました。 マークにちなんで皆さんも今年は笠ハーバーライフプログラムを支援したり他のコミュニティ団体でボランティアを活動しましょう世界中に最もっと住みやすく誰か困った人を助けるチャンスはいっぱいありますほんの30分の時間を割いて誰かに接するだけでも救えることもあります HF では皆さんの寄付金で賄っています。皆様の寄付金で傘ハーバーライフプログラムの子どもたちに栄養のある食事を提供できます。こちらにドネーションの方法があります。34の執念の今年私たちみんな感謝し祝う理由があります。ハーバーライフは本当に素晴らしいです。世界中の人々に優れた栄養を提供し、素晴らしいパートタイム、またフルタイムの収入も与えます。そしてハーバーライフファミリーファンデーションを通して世界中の子どもたちの支援を でも力を入れています。そして本当に祝う理由はあるんですよ。それは今後ももっと素晴らしくなること。